ドジャースのロバーツ監督は11日、16号2ランを放った大谷翔平について良い兆候を感じ取っていた。6月は今一つ状態が上がらなかったが、この日は、6回に甘い球を捉えて右中間スタンドへ、今季2番目に速い一発を放った。ロバーツ監督は、彼はポーカーフェイスな選手だから、安堵があったかはわからないが、高めに浮いた球をしっかりと狙うことができていた。いい本塁打だったし、ニツの飛球もあった。彼がいい時は、低めを追わずに高めを待てること。少しそれができていなかったが、今日はできた、とご満悦だった。ロバーツ監督は、ストライクゾーンをバロメーターとして大谷の調子を判断することが多い。大谷が高い確率で打てるゾーンを、ニトロゾーン、と呼び、一方で、低めを追いかけないことが鍵とも話す。大谷の復調を感じた指揮官の言葉通り、大谷が調子をこのまま上げていくか。まさにその通りなんだけど、打った球も真ん中付近で高めというほどでもないんだよな。実際に今日も本当の高めになると空振りかファウルになってしまっている。得点圏だとやはり打ちたがるんだな。でも振っていってタイミング合わせるタイプだから、復調のためには必要なのかも。大谷翔平がホームランを打つたびに監督が復調の兆しというが続かないんだよな。監督の苦悩が伺えるコメントやね。ロバーツ監督はさすがだね。 MVP 選手だからといって忖度なし。見るべきところをちゃんと見てて選手との対話も多い。外の低めに手を出してへっぴり腰の翔平は見たくない。甘い球を捉えられずに最後に低めで打ち取られるのがパターンだったからね。とにかく甘い球や高めの球をしっかり捉えられるようにならない限り復調はないよな。低めの球を無理やり打とうとしてる時もあったからね。ロバーツ監督が5が強くなったと言った時も低めのボール球を見逃し始めた時だし、パラメータになるかわからんが、監督が調子として注目してるところはそこなんだろうな。